はい、どうも、ゆっきーです。今回はですね、アイスボックスに、コカ・コーラを入れてみるとうまくなるのか、というか、こういう記事がね、載ってまして、アイスボックスにコカ・コーラを入れるとめちゃくちゃ美味しい、ということなんで、本当なのか、試してみます。それでは、アイスボックスはね、俺大好きなんですけど、今までなんか入れて、食べたことはなかったので、コカ・コーラを、あと三ツ矢サイダーとかも入れると美味しいって書いてありましたね、ネット情報だと。こんなもんか。もうちょっと入れる。ぐらい。いただきます。あ、うまい。あ、コカ・コーラになんか。ほのかにグレープの味が、グレープフルーツの味が。うん。ほのかにグレープフルーツの味がついて。うん。うん。美味しい。確かに美味しい。うん。うん。ああ、炭酸水を入れてもいいみたいですね。もしくは、チューハイとかでも。氷結。グレープフルーツ味。氷結か。氷結もまずくなったからな。もしくは焼酎。焼酎を入れる。あ、トニックウォッカ。スミノフ。うん。あ、美味しい。あ、うまいな。うん。でも、アイスボックスはそのまま食べた方が、なんつうか。結局これ、コカ・コーラ入れると溶けるわけでしょ。それがなんか、もったいないというか。あ、ワインを注いで飲む。
アイスボックスの巨峰に日本酒で割る。ウイスキー。ああ、確かに美味しい。アイスボックスってさ、マジでさ、超暑い時に、普通に食べると、美味しいよね。頭がキーンとして。冷えるみたいな。スミノフとか入れてみようかな。冷て、歯がキーンとする。やっぱりね、うまいんやけど、アイスボックスはやっぱ普通に食った方がいいな。
美味しかった。うん。あ、モンスターエナジーとか。白モンエナ。白いモンスターエナジということで、よし、白モンエナ買ってこようかな。白モンスターエナジーということで、これはまあ4つ星ご視聴ありがとうございました。